サドン人よ。これから冒険に連れて行く相棒を、この三匹の中から選ぶのじゃ。虫ポンケモンばっかりなんやけど。最初に選べる三匹全部、虫ポンケモンなんやけど。なんでなんでこんなことになってんのさあ、欲しいのを選ぶのじゃ。ないんやけど。この中に欲しいポンケモンないんやけど。てかこれ、ポンケモンなんなんか後ろの二匹は見たことあるポンケモンやわ。でも一番前のやつは何カブトムシやん。これどっからどう見てもただのカブトムシやん。迷ってるようじゃな、サドン神。では一匹ずつ説明してやろう。サドン神から見て手前にいるのがカブトムシじゃ。やっぱり 見た目通りカブトムシなんや名前もカブトムシなんやヘラクロスンとかいいのつけてあげてよなんでカブトムシそのままなんその後ろにいるのかおっきいハチじゃおっきいハチなんえこれおっきいハチなんスピアンじゃないんえおっきいハチやったらポンケモンじゃないやんその後ろがガじゃガただのガバタフリーンじゃないんガンそいつは夜のアパートに帰宅したときに家の前の蛍光灯にいたらちょっと怖いぞガーやんめちゃくちゃガーやん特徴もガーやん 僕はこの中から仮にこのガを選んだ場合、どう戦っていったらいいんこのガは何かわざ覚えてくれるん一匹だけ選んだら、この虫かごに入れて持って帰れ。虫かごなんや。モンスターボールンとかじゃないんや。虫かごやったらもう、ただの虫の飼育やん。ちょっと待ってください、大きなお博士ん。どうしたいや、選べませんって、三匹虫じゃ。え欲しくないのか。欲しいわけないでしょ。ポンケモンをくださいよ。あんたポンケモン博士んでしょいや、わしは昆虫博士じゃ。昆虫博士やったんかい。